2人の男が戦う準備は整いました。 WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオン川島浩、7度目の防衛戦です。この試合解説は元世界チャンピオン沼田義明さん、大橋秀樹さん、ゲストにセルジオ越後さんをお迎えしてお伝えをしていきます。打つにしろ避けるにしろ芸術的なボクシングが見られると思うと川島は話しておりました。チャレンジャーは1位のフィリピンのジェリー・ペニャロサです。集中力を高めます。さあゴンが鳴りました。 WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチが始まりました。日本ではただ一人の世界チャンピオン、ベルトを守れますか川島浩、サウスポー同士の対戦です。まあ、川島は最強チャレンジャーを迎えたと言われているんですが、沼田さん、はい、ペニャロサを見てかなり手強いぞというコメントを入ってらっしゃいましたが、まあ、そうですよね、非常にそのガードがしっかりして、全体のバランスがですね、非常にいいですよね、ですから川島としてもそう、完全にその打ち合わないことですよね、よく見てですね、やはりその攻撃ですね、はい、まあ、できれば今のは川島ですね、スタンドウェイのね、ボクシングに徹することですよね、まあ、そのチャレンジャーを川島がどう料理していくのかということなんですが、大橋さん、今日の試合の鍵、川島のポイントは？ポイントですね、まず前半川島が、この世界チャンピオンになった時のような、はい、華麗なフットワークですね、はい、あれフットワークを使いながら、右のリードパンチをついて、そして中盤から終盤に勝負をかけるようなそういうボクシングをしていけば勝利は間違いないと思いますね、はい、左は軽く当たりましたが右が完全に避けています。右は完全に避けております。川島左を軽く伸ばします。さあゲストにはセルジオ越後さんにもお越しいただいておりますが、セルジオさん、はい、セルジオさんボクシング好きなんですね。好きですよ。はい、左から右を追ってきました、はい、この目を離せないこの緊張感ですね、この互いの集中力ってもう本当に見応えがありますね。川島の試合を生で見るのは2回目ですか？そうです、この前の前の試合をね、見まして、本当12ラウンドたっぷりね、彼のそのとんでもないスピードをね見せてもらって、本当感動しました。左を顔を背けて避けました川島。この辺りのディフェンステクニックも皆さんご覧いただこうと思います。まあ、当たってるんですけどもね、当たってますか？浅いですね、当たりがですね、まあ、ダメージを最小限に取りましたね、はい、左から右を持っていきましたペニャロサです。それだとペニャロサのふくらはぎを見てもらいたいんですけど、もうすごい非常に発達してるんですよね、はい、これよほどバネと踏み込みが鋭いと思いますよ。はい、岡田さん、はい、試合前のペニャロサですがね、これまでのチャレンジャーが、まあ、試合前入念にウォーミングアップをしてた選手が多かったんですけども、はい、そのペニャロサはものの10分もやってないんですよね。あ、そうですか。いつも通りということなんですが、表情を見てますと何か非常に落ち着いてるなという印象を受けましたね。なるほど、まあ、このペニャロサは川島と試合がやりたくて、川島がチャンピオンになった時からずっと挑戦のオファーを出しておりました。2年9ヶ月経ってこのチャンスが巡ってきました。大熊さん、はい、川島の方はね、今までの試合の中で一番緊張感高まってますね。そんな感じですね、会長自身もね、俺も緊張してるというふうに話しておりましたから、川島自身は本当に怖い相手を迎えている、はい、そんな感じで今日は控え室でずっとじーっとしましたね、はい、おっと左が伸びてきましたが顔を背けます。しかしパンチは怖いですね、それでも強い相手ですからね、ただですね、この強敵やはりこの川島が戦えばですね、まあ、吉村との左ね、パンチを受けてもまともにはその食わないと思うんですよ、ね、これやはりその距離をつまぶると、やはり危ないですよね、はいはい、第1ラウンドは川島様子を見るという形で始まりました。放送席沼津さんは10対10、大橋さんは10対9とチャレンジャーが取っております。両者の比較をご覧いただきましょう。川島身長では4センチ上回っているんですが、逆にリーチは4センチ短いという検診結果です。ペニャロサのリーチかなり長いですね、沼さんね。そうですね、ですからその思ったよりですね、伸びてくると思いますね、パンチがですね、さあ大橋さん、はい、1ラウンド大橋さんは10対9とペニャロサにつけられましたが、そうですね、はい、川島のこの右を外してから左のカウンターですね、あれをちょっとポイントにつけましたね、僕は、ね、ただ川島は目がいいんで、はい、一発は食いますけど、その後の続けてパンチは食いませんから、はい、その辺はまだ安心して見てられますね、はい。まあ、第1ラウンド川島それほどこう目立った攻撃という感じではなくて様子を見ている感じですかね、沼さんね。あ、そうですね、お互いにですね、パンチを警戒しているような感じだったんですけどね、はい、今回少しずつですか、まあ、お互いにその強いパンチを打ってきたんですね。そんな感じですね、でも前半はちょっと川島は打ち合いに応じない方がいいですね。なるほど、このままアウトボクシング消した方がいいと思います、はい、ペニャロサはここ10連続 KO 勝ち中で、しかも早いラウンドで KO しているということで侮れません。大熊さん、はいはい、いいですか、はい、米倉会長もね、かなり間合いを取るのがうまい相手なんで、その辺は様子を見ながら、はい、自分のペースに持っていくようにということを言ってますね、はい、
さあセルジオさん、はい、セルジオさんは第1ラウンドの攻防をどうご覧になってますか。そうですね、まあ予想を見てるなりにね、本当に油断したらもう本当にパンチが入りますから、この駆け引きがね、何とも言えない雰囲気でね。そうですね、はい、まあ、それほど第1ラウンドはこのグローブを交えたという感じではないんですが、ピリピリとした緊張感がこっちに伝わってきますよね。ありますね、この間合いの取り方、フェイントの入れ方一つ見ても、おっとまた左が伸びてきた。この左ストレートがかなり目立っています。ケニアノさん、それに対してですね、会社もまっすぐ下がっちゃいますからね、はい、これは良くないと思いますね、はい、やはりその右なり左なり、やはりその角度変えなきゃいけないでしょうね、はい。大熊さん、はい、米倉会長もね、あの左は手元でぐーんと伸びてくるということを言ってますね、はい。おっと今度は左フックです。川島が入っていこうというところ、左フックです。ペニャロさん、ペニャロさんの左は本当怖い感じですね、はい、今度は右が左、左が当たった。ペニャロさん、さあ今のね、はい、今の右フックを変更使ってですね、左で決めるというようなその感じだったんですね、はい、また左です、うん、川島お腹に入ってボディです。川島、とにかく前半はペースの取り合いになるだろうという予想をしていました。川島は前半でペースを取って後半勝負をかけたいという話だったんで、前半ペースを取るためにかなりスピードでかき回していきたいなという話もしていましたが、大橋さん、ちょっとそういうところは見られませんかね。そうですね、ちょっと今、ペニャロさんのペースですね、今ですね。ただ右の使い方とかは、はい、川島の方がうまいんで、はい、それをもっと右を対応したいですね、はい。まあ、サウスポー同士右の使い方が鍵になるだろうと、川島も話していました。右の使い方は川島の方が全然うまいです、はい。しかし、右を打った後ペニャロさんが左寄りで今度は右必ず、ね、打ったりしますからね、はい、川島の打った後こう狙ってますね、それでちょっと川島が右を出しにくくされてるんですよね。ですね、左を合わされちゃいますから。はい、もさあ第2ラウンドも時間がなくなってきました。ペニャロさんが前へ前へ出てくる展開、川島も今ボディを狙いましたが、さあおっと川島右です。グローブの上です。スリップです、はい、スリップです。レフェリーはスリップを取りました、うん、でもちょっと効きましたね、今のは。そうですね、ちょっと入った感じもありました、第2ラウンドが終了しました。いや、ゴングに使われましたね。はい、第2ラウンド10対9と、放送席はお二人ともチャレンジャーが取っています。2ラウンドの最後の最後、ペニャロスのパンチがテンポに当たってますね、はい、当たりましたかね、こめかみですね、はい。まあ、一応スリップダウンということだったんですが、この際ちょっとダメージ取れたのがちょっと心配ですね、はい。でも沼さん、なんか川島の動きが硬いような感じがするんですよね。いつもの動きが違うんですよね。柔らかくそのフットワーク使ってですね、動かなきゃいけないですね、はい。そしてその相手のパンチを外して攻撃するパターンのボクシングに切り替えないと苦しいと思いますよ、はい。世界屈指の、まだ右が来た、メダルの右です。さあ川島をちょっと打ち合う感じになっています。足を使うのか、打ち合うのか、右です。ちょっと打ち合いは怖いですね、はい、打ち合いは怖いですね。やはりその怖いですよね、はい。ね、ボディから上のアッパー、これを練習してきましたが、アッパーは当たりませんでした。さあちょっとお互いに見合っています。川島、ここで打ち合うのか、それとも足を使っていくのか。ペナルオさん、本当にその勘がいいボクサーですね、はい。攻撃力だけじゃなくてですね、非常にいいボクサーです。はい、右側、左です。顔を背けているんですが、パンチは当たっております。本当にパンチが伸びてくる方ですね、はい。ペニャロさといった感じです、まあ、セルジオさん、はい、第2ラウンドの最後もそうでしたが、ちょっとヒヤッとする場面が続いてますね。続いてますね、それとやっぱりどうしても相手はチャレンジャーですから、どんどん来ると思いますね、はい。なるほど、まあ、その分この最初の 1,2,3 ラウンドどう川島がチャンピオンとしてどうそれをうまくリードするっていうのがポイントと思います、はい。さあ左から右です。川島もいい感じも入りました。まあ、左から右ね、最初のパンチですけど、左は良かったんですよね、はい。本当に見てますと一瞬でも目を離せない試合という感じになってきました。川島選手7度目の防衛戦、はい。まあ、ペニャロサ選手の公開スパーリング見たんですけども、はい、ちょっとパートナーの左のクロスカウンターを何発かもらっていたんですよね、じゃあ川島もそれをどんどん狙っていきたいですね、はい。ちょっと川島が下がる場面が見られます。プレッシャーをかけているのはチャレンジャーのペニャロサです。まあ、本来だったら、ね、はい、その右を使いたいんですけども、どうしても相手の左ですね、はい、パンチ合わされちゃいますから、なかなかその打ちにくいわけですよ。そうですね、川島はサウスポー同士右の使い方が鍵になるだろうという話ですが、ペニャロサの左が伸びてきます。なかなか右を出せません。その辺りがペースを握れないところなんでしょうか。前、
込んできて息を入れてきました。ペニャロサ、これほど川島が前半から打たれたというのは初めてのことですね。そうですね。おっと、これはかわしております。今度は左、これも顔を背けています。今のはね、まあ、よく出てますね、はい、川島ジャブを軽く入れます。まあ、今日は控え室でもかなり緊張感が漂っていた川島、この辺りでまだ辛さが残っているのか。第3ラウンドも時間がなくなってきました。ここで第3ラウンドが終了しました。放送席の採点、大橋さんは10対10イーブンをつけています。レンジャー、フィリピンのデリー・ペニャロサ、36戦をこなして負けはただ一つです。現在10連続 KO 中、勢いがあります。まあ、沼津さん、それほど名のある選手とはやっていないんですが、はい、ここ4年半負けなしで15連勝で10連続 KO というのは勢いありますね。まあ、そうですね、まあ、本当に勢いを持ってますね、ただこのラウンドですか、はい、まあ、あの会社もだいぶ気持ちもね、はい、体もほぐれてきたので、はい、まあ、本来のボシングですか、はい、徐々にやるんじゃないかなと思いますけどね、はい、第3ラウンド沼田さんは10対9と川島が取ったというポイントをつけられました。第1ラウンド、第2ラウンド、どうもペースがペニャロサでしたが、川島の右がかなり出てくるようになりました。第5ラウンド、そうですね、あのフェイントから右ですね、はい、ただ単純に右を出してますと、はい、左のカウンター飛んできますから、はい、ちょっと考えながらいろんな右を出したいですね。右ラウンドの終盤には、あわやダウンかというスリップダウンもありました。おっと、マルヒレ打てる、川島右を打った、ブロックの上です。このペニャロサの特徴の一つ、かなりブロックがいい、ガードが高いんですよね。高いですね、ですからその打っちゃうとね、やはりその川島は飛んですよね、はい、おっと、川島の右は空振りになりました。左です、ペニャロサの左、ただペニャロサの場合はこの半身に構えないで正面向いて構えてますので、はい、ワンツーのボディがかなり当たりそうなんですね。はい、川島右のボディです。川島左のボディから今度は右を返しました。さあ、川島のパンチもかなり当たるようになってきました。第4ラウンド、そして相手のパンチを避けて、ボディから顔面、こういう攻撃を、おっとっと、おっとっと、挑発するようなペニャロサも、ペニャロサもジェスチャーです。今のはなんか不敵ですね、セルジオさんね。そうですね、本当にあのチャレンジャーとして本当にもうどの形でもね、精神的にも本当にプレッシャーかけてきますね。ただやっぱり川島はチャンピオンですから、はい、あのチャンピオンらしさにそういう挑発に負けないようにね、やっぱり頑張らなくていけないと思います、はい、あーっと、川島のいいパンチ、いいですね、ボディから顔面、そしてボディとコンビネーションも乱れるようになりました。まあ、あの仕方ね、あの公開スパリングも見せてたんですけどね、はい、の右スク巻き込むような形になりました。じゃあこのラウンドあたりから川島の動きがちょっと変わってきました。見ていても分かります、ボディから顔面。さあ、一方のペニャロサもパンチをかなり食らうようになってきました。川島のペニャロサのパンチうまくかわしてますね。かなり見切ってきましたね、はい、スピードに慣れてきました、ね、はい、しかしペニャロサ右入りました。あっと、川島のパワー空振り、両者ディフェンスがいいから、はい、両方手出してるんですけど当たらないですね、はい。この辺り川島が試合前言っていた、芸術的なボクシング、お互いに技術比べになるだろうと言っていましたが、その通りの展開になってきました。まあ、特にこのラウンドはね、前後にうまくね、右に使いながらその打ち明けてますから、まあ、このボクシングでいいと思いますよね、はい、さあ、ボディから顔面に返そうかというところ、ペニャロサが上に打ってきました。ペニャロサ、やりは入りません。川島がボディです。ちょっとペナルサ打ち方がラフになってきますね。そうですね、1ラウンドから3ラウンドまでとはちょっと違う感じ、まあ、いい打ち方ね、はい、まあ、それの関係ありますからね、はい、気をつけなきゃいけないですよね。さあ、この辺りがちょっと打ち合う川島、左が入りました。第4ラウンドが終了しました。各ラウンドともあっという間に過ぎていきます。このラウンドは放送席お二人とも10対9チャンピオンが取りました。KO 率は7割、世界チャンピオンになって2年9ヶ月、昨年度のボクシング年間 MVP にも選ばれております。前回6度目の防衛戦では一気に嵐の31連打というところを見せました。2ラウンド TKO 勝ちを収めて今日の7回目の防衛戦を迎えました。1ラウンドから3ラウンドまではちょっとどうかなと思いましたが、沼田さん、先ほどラウンドあたりから動きが変わってきました。まあ、そうですね、理由は、試合の流れが勝ちたということはですね、はい、まあ、それだけリラックスに戦うこと、はい、余分な力を向けてきたということと、はい、その分その相手をよく見れるということですね、はい、それがうまくその攻撃につながっていると思います、はい、大橋さん、ペニャロサの方の動きも変わってきたように思うんですが。そうですね、ちょっともしかしたらちょっと疲れはもしかして出てるかもしれないですね、
最初かなりプレッシャーをかけてきました。まだ4ラウンド、あ、5ラウンドですが、まあ、かなり力の入ったパンチを打ってますね、はい。スタミナの方はどうなんでしょうか、ペニャロさん。まあ、スタミナの方はもう川島の方が12ラウンド何回も戦ってますし、はい、まあ、普段川島の方が上回ってるんで、はい、そのままあの中盤終盤に持ってきたいですね、はい。でもセルジオさん、はい、先ほど第4ラウンドあたりからチャンピオン動き良くなってきて、そうですね、なんか相手がちょっとこう、はい、横着しましたね。あ、そんなところ見られました。あれで切れたっていう感じがしますね、川島がね、はい。なんかこの挑発するようなね、ジェスチャー見せて、そうですね、あれでやっぱり、ずいぶんあれから川島の、ボクシングが変わりましたね、はい。やはりチャンピオンの誇りがあります、自信があります、川島ひろし。このあたりで気持ちがガラッと変わってきたのか、本来の動きに戻ってきたように見えます。川島のスピードの方が上回ってますね、はい、はい。手数が多いですね、今見てたら、はい。左です、川島。そして右、小川さん、はい、米倉会長もね、ようやく自分のペースになりつつあるなということですね、はい。それから打ち合いになった時には後ろに下がらずにもっと前に出ろということを言ってます。打ち合いになった時に前に出る、はい、はい。後ろに下がるともらってしまうので前にあえて出ろと、はい。それから左右の動きをするように、この2つを言いましたね。なるほどね。前に出る方がですね、引きが少なくなるわけですよ。なるほど。後ろ下がるとどうしてもそのガードが下がっちゃいますから、はい、そこパンチをもらってはいけないってことですよね、はい。今はペニャロさんにロープローの注意が与えられました。そして川島の方はちょっとバッティングがあったようなジェスチャーを見せましたが、大熊さん、はい、一方のチャレンジャーですかね、ここまでの動きはまずまずだと、はい、調子でどんどんプレッシャーをかけていくと、はい、いい感じですね、はい。あと川島のボディに要注意、こんな話が出てます、はい。川島の右から得意の左ストレートが出ています。そしてボディに注意という、まあ、この辺はね、動くとやっぱりスピードの違いがあるんですね、はい。左が今伸びてきました。そして右ももらいました、川島。しかし大丈夫といった感じで首を縦に振りました、川島。ペニャロさん一発狙ってるのは勝ちますね、見受けられますね、もね、はい、減ってきてるし、もう川島があのジャブをあれほど食うというのは本当に珍しいですね、はい。まあ、それはペニャロさんはどういうところがいいんでしょうかね。これあのパンチにスナップが効いても伸びてくるんですかね、はい。本当に動きのない突破力ですね、はい。今の右は体を背けて、そしてボディにパンチを入れていきます。この辺りも、この辺りも避けています、川島。そしてボディです。第5ラウンドが終了しました。終盤かなりの打ち合いになりましたが、放送席、この第5ラウンドもお二人とも10対9とチャンピオンが取っています。この辺りから川島の動きが変わってきました。これは先ほど第5ラウンドの川島の攻撃です。左ストレート、顔面を捉えております。どうしても先にね、パンチをもらいますから、はい、ペニャ太郎もそう簡単にね、手が出てこなくなっちゃうんですよね。そんな感じですね、1ラウンドから3ラウンドまではいい動き、いいパンチを入れていたペニャ太郎ですが、ちょっと形勢が逆転してきた形に思います。川島は防衛を重ねるごとに新しい魅力を見せてくれています。今日の試合はちょっと最初動きが硬かった、しかし試合を進めるごとにエンジンがかかってきました、川島。まあ、逆にね、1、2アンダー打たれてですね、はい、逆に気持ちがその楽に開き直りが出てきたんですね、はい。ボディからの感じを持ってきました。攻撃につながっていると思いますよね、はい。やはり大橋さん、こう振り返ってみるとやっぱりちょっと最初硬さがあったんですかね、緊張感とか。まあ、そうですね、硬さでまあかなりパンチもらったんですけど、それをまあうまく乗り切ったんで、はい、まあ、本当に良かったですね、はい。さあ、ボディにパンチを入れていきます。セルジオさんおっしゃいましたけども、ちょっとあのペニャロさんの方の挑発するようなジェスチャーもありましたし、あの辺りでチャンピオンのこのプライドがムクムクっと起き上がってきたという感じにも見受けられます。さあ、この辺りはお互いになかなかどうするんだ、川島が動いた、ちょっとトリッキーな動きを見せました。先にパンチを入れたのはペニャロさんです。まあ、多少余裕がね、はい、出てきたと思いますね、そんな感じですね、はい。セルジオさん、はい、この辺りのこのパンチが出なくてもこの辺りの攻防っていうんですか、駆け引きというんですか、見応えありますよね。とにかくはい、もうちょっと油断すればね、もうこのこれぐらいのパンチ力の相手ですからね、さあ左から右、川島の回転率のいいパンチが顔面を捉えています。まあ、攻撃しながらもね、相手のパンチを警戒しながら攻撃してますよね、はい。しかしそのパンチはまともにね、してないですよね、はい。ボディも体をよじって、あ、川島のいいボディが入りました。まあ、川島は最近は大
う試合をやりながら相手と向き合いながら考えながらボクシングができるようになってきましたという話をしていました。防衛を重ねるごとに成長を見せる川島博史、今日も第1ラウンド第2ラウンドあたりはちょっとピンチというところもあったんですが、それを跳ね返して試合は第6ラウンドに入っています。大橋さん、このあたりもこの川島の成長ということなんでしょうかね。そうですね、うまくペースを引き戻しましたね、やはりこれは6回防衛する自信ですね。さあベニヤの差、右から左を持っていきますが左は入らず、川島がボディに持っていきます。ベニヤの差も右が空振りになった。空振りになってますね。しかしこのアウト、サイドアウト、引っ張った引っ張った引っ張った、聞いてますね、はい、左膝髪を捉えました。しかしここで第6ラウンド終了、川島、はい、第6ラウンドいいパンチが入りました。6ラウンドの終盤、川島のいい左フック、今のフック入ってかなり効きましたね。これはね、効いたですね、足にグラッと効きましたですからね。あ、右フックのカウンターですね、右ですね、はい、右ですね、ごめんなさい、右フックのカウンターが顔面を捉えました。さあ試合は第7ラウンドに入ります。さあダメージはどうでしょうか、ペニャロサ。でもセルジオさん、こうやって見てましても、こうペニャロサの方のパンチがね、もう 1,2 ラウンドと比べたらね、スピードが全然違うんですね。そんな感じ受けますよね。だから川島もね、 1,2 ラウンドと違ってね、うんとこ近づいてるという感じがしますね、はい、だからやっぱりその効いてないじゃないですかね、今のペニャロサのパンチがね。なるほどね。あーっと川島また右です。先ほど第6ラウンド中盤には右のフックが顔面を捉えました。まあ、今のところ完全にね、流れは川島のペースですけど、まあ、挑戦者ですからね、もう少しその手を出していかなかったらですね、いけないと思いますよね、勝つにはですよ、はい、大熊さん、はい、米倉会長もね、ようやく自分のペースになってきたんで、このペースでいけというふうに言ってますね、はい、川島はこのオフのパンチがかなり見えるようになってきましたが、そしてボディから右のアッパー、このコンビはかなり練習していました。川島、まあ、この辺でちょっとスピードの差がかなり出てきましたね。そうですね、でも先ほどからセルジオさんから指摘もありましたが、あのペニャロサのパンチが遅くなってきた、そんな感じを受けるんですが、大橋さん、何か理由考えられますかね。まあ、やはり前半かなり力を込めて打ちましたんでね、スタミナ切れっていうのもちょっとあるんじゃないですかね。もう、はい、まあ、それと動きが入るそのスピードの違いさですよね、はい、打とうとするとこ、そのワンテンポ早く打ちますから、川島のボディ攻撃が、効果を上げてますね。じわりじわりと効いてきましたかね、はい、川島のスピードテクニック、さあ川島の右です。おっと、しかし左ストレートが伸びてきます。このパンチは気をつけなくてはいけません、川島、まあ、この打ち合いは、ね、左ストレート、はい、勝てますか、はい、勝ってます。さあ、アッパーを見せました、ペニャロサ。川島左、後半に入って第7ラウンド、第6ラウンド終盤には川島のいい右フックが入って、ペニャロサをかなり痛めつけました。さあ試合は後半に入っています。ペニャロサがまたまた息を吹き返してくるのか。序盤戦はペニャロサのペースでした。そのペースを川島が引き戻してここまで来ております。ペニャロサ大味がないですから、どうしてもやはり苦しいですよね、苦しいですよね、はい、どうしてもそのもう一つ攻撃に結びつかないわけですよね、はい、その分やはりその川島の方がですね、動きがある、はい、リードもあるから、どうしてもついていかない、手が出ないということですよね。さあ川島の速いパンチ、このあたりはペニャロサも避けているんですが、さあ、そう、川島の中に入ってのうまく詰めていきました、川島、あっと、はい、左もらいましたが顔を背けています。あ、ちょっとどうでしょうか、聞いていますか。いや、聞いてないです、聞いてないですか、大丈夫です、はい、さあ、そしてボディから川島をちょっとラフなパンチを見せました。第8ラウンドが終了しました。放送席はちょっと採点が分かれました。沼津さんは10対9とチャンピオンが取っております。さあ試合は第8ラウンドに入ります。先ほどの7ラウンドは放送席の採点は逆になりましたが、まあ、非常に難しいラウンドでしたね、先ほどのラウンドは。まあ、そうですよね、はい、
ペニャローサも反撃しつつあるんですからね、まあ、手数は川島の方が多かったんですけど、はい、有効だが、ペニャローサの方が僕はあったように、はいはいはい、まあ、そのあたりジャッジはどう判断するか分かりません。さあ試合は終盤に入ってきます。まあ、第8ラウンド、はい、挑戦者がこのままね、川島のリードでいくのか、はい、それともどっかでね爆発していくのか、はい、ね、ちょっと見どころですね、はい、でもこのままでは終われないと思います。ペニャロさん、とにかく川島がチャンピオンになった時にすぐにファックスを送ってきて挑戦させてくれと申し込みました。それから待つこと2年9ヶ月、川島が去年、おっと左が伸びてきた。去年の4月ランキング1位のエスピノを破った段階でこのペニャロサが1位に上がって今日の指名試合ということになりました。川島にとってはこの指名試合大きな大きな山です。ここを越えられるのか、最強と言われますチャレンジャーのペニャロサ。さあペニャロサが左、ちょっと川島危ない危ない、はい、決まっています。ちょっと聞きましたかね、聞きましたかね、左が顔面を捉えましたが、ちょっと足が止まりましたか。足を止めて打っちゃったら損ですよね、はいはい、序盤がペニャロサ、そして中盤あたりから川島、そして先ほどのラウンドあたりからまたペニャロサが息を吹き返してきた感じがあります。出てきたですね、はい、川島はとにかくスピード持久力、最後までスピードが落ちないようにと最近は筋トレ、サーキットトレーニングも積んでおります。そのあたりの成果が出ていました。さあ川島ボディから顔面右を持っていきました。そして右のアッパーはちょっとグローブの上からです。さあ今日の試合はペースが川島に行ったりペニャロサに行ったり、そんな感じの試合展開になっています。本当にハイレベルな試合ですね今日は。さあちょっと左は今ちょっと力がありませんでしたペニャロサ、まあ、このラウンドですけども、川島休んでのかなという感じしますね、そういうラウンドにしたんでしょうか、ある程度見ていくラウンドにしたのか。さあ左からいいですね、はい、ずっとご覧になってて、繰り返しですけど、ペナロサの方が、ラウンドの出足がすごくいいんですね、はいはい、で中盤まで行って疲れて、で川島ペースになってしまうっていうね、そんな感じですよね。川島はこのラウンドの終盤になってくると、そうですね、ラウンド明けにはね、結構効くパンチがあるんですけど、だんだんこう取れてきますね、こういった意味ではペナロサかなり回復力も早いんでしょうか。ただやっぱり一発屋ですからね、油断できない、油断できませんね。さあこの第8ラウンドももう時間がなくなってきました。ペニャロサはボディです、ちょっと軽いパンチでした。そして最後は顔面にいいパンチをペニャロサが入れてきました。この第8ラウンドは放送席沼津さん大橋さんとも10対9とチャレンジャーのペニャロサが取っています。先ほどの第8ラウンドの攻防です。アッパーが川島の肩先のあたりを、はい、当たってますよね、捉えました、ペニャロサちょっと中休みをしていたんでしょうか。7ラウンドあたりから息を吹き返してきた感じです。試合は第9ラウンド、残すラウンドは4つになりました。攻撃もね、はい、多少決まってきたんですよね、ボディから顔面ですね、両面にうまく打ち明けることをしてきたですね、ペニャロサですね、ペニャロサの方も、はいはい、さあこのラウンドは川島が最初から出てきています。大熊さん、はい、青コーナーセコンドリーはここまではほぼ互角だと言ってますね。互角ですか、とにかく先手を取って気持ちで負けるんじゃないと、はい、話です。川島はボディから左を伸ばしました。ペニャロサはフィリピンでは有名なボクシング一家の五男です。お兄ちゃん5人もみんなボクシングをやっていました。特に次男のお兄ちゃんドディボーイは IBF の元世界チャンピオンです。今日もセコンドについております。そしてお父さんもプロボクサーでした。かつての藤武さんと試合をやったそうですかね。ああそうですか、懐かしいですね、さあこの家族がセコンドについて非常に心強いと思います。そしてその期待も背負っています。このジェリー・ペニャロサ、このお兄さんのドジー・ペニャロサっていう世界チャンピオン、すごい強いチャンピオンだったんですけどね、まあ、それよりもこっちの方が今の挑戦者の方が素質あると言われてますんで、まあ、よほどいい選手なんですね、はい、そして期待も多くて、フィリピンの期待も多くて、今日はこの試合フィリピンでも生放送をされています。さあこのラウンドの最初川島がちょっと出ていきましたが、アッパーは空振り
を与えません。さあこの辺りはうまく避けています川島。さあ左ひつボディから上のパンチは川島にちょっとローブローブ、はい、下に打ちましたというふうにレフェリーのリチャード・スティールから注意が与えられました。このラウンドペニャロスはちょっと手が出せないですね。そうですね、今は左を伸ばしてきました。まあ、その分ね、川島はちょっと動いてますからね、はい、ちょっとこの辺はバッティングですね、はい、バッティングがありまして川島が開くかですね、はい、さあ左川島は顔を背けています。でもセルジオさん、はい、こうやってずっと川島のこのスピードを見てまして、はい、どうですか、あのサッカー選手と比べて。いや、とってもじゃないけどね、まあ、90分戦ってるっていう試合がサッカーですけど、はい、もうこれぐらいね、3分戦うより僕は90分サッカーやった方が楽なって気がします。あ、そうですか、はい、とってもじゃないけども3分間のね、その使うエネルギーっていうのはもう考えられないですね。まあ1対1の対決でもあります。この精神的にもね、かなりプレッシャーがあると思いますね。さあ川島、この第9ラウンドになってもスピードを落ちません。ボディから上は空振り、そしてしかしまたボディを打っていく、前に詰めていきます。この第9ラウンド10秒を切りました。ちょっと右をもらいました川島、しかしボディを打つ。さあ川島余裕か、さあ前に詰めていく、またボディです。さあこの辺り打ち合いましたが第9ラウンドが終了しました。放送席お二人とも10対9、このラウンドはチャンピオンの川島が取っています。残すラウンドは3つになりました。第4ラウンドあたりから自分のペースをつかみ始めた川島、本来の動きを見せ始めました。かなり早い段階でちょっと左のまぶたから下にかけてちょっと切ったようですが、そうですね、後ろ後ですね、はい、影響はないと思います、はい、あと3ラウンドですからね、気を引き締めてですね、はい、戦ってもらいたいですよね、はい。さもこのままでは終われないと思います、まあ、先ほどのラウンド国吉アナウンサーのリポートでは五分とセコンドは見ているという話をしておりました。さあこの第10ラウンドはペニャロサが先に仕掛けていきます。川島、世界屈指のスピードとテクニック、そして誰にも真似のできないディフェンス技術を持っております。そして最近は思い切った攻撃力のアップも見せております。ボディから顔面へパンチを入れていきます。的確に入れていきます川島。もう少しね、ペニャロサ足とですね、スピードがもう少しある選手だと思ったんですけど、かなりその開きありますね川島と比較しますね。こうやって見てましても、スピードは全然川島の方が上です、うん、川島はちょっと相手のパンチよく見ますよね、はい、ただ気をつけないのはそのお返しのパンチですね、はい、左でも右でも打った後のその返しのパンチ、はい、このパンチはその気をつけなきゃいけないですね、はい、ちょっと奥野さん、はい、米倉会長ですかね、もう完全に自分のペースになってきているんで、あとはボディの連打で、はい、このラウンド取りに行けと、こういう指示を出しましたね。珍しいこのラウンド取りに行けということですよ、はい、奥野さん、はい、奥野の方がこのラウンドどんどん攻めていけと言ってましたね。なるほどね、お互いにこの明確なねポイント、ラウンドを取れるポイントが欲しいというところなんでしょうか。さあ受け上げる川島が、ちょっと危ないですね、危ないですね、体を入れ替えたい、はい、踏まない方がいいですね、はい、さあ今度は左をもらった川島、そう、そして下がる、後ろに下がる、これはいけません、ちょっと、はい、ちょっと来ましたね、はい、ちょっと動きが止まって川島、やはりロープショートですね、そうですよね、どうしてもパッチもらえますから、しかしこの場面どうも後ろに下がってロープを背負ってしまいますね。さあどうだ、頑張れ川島、一気に来る、ね、さあここは耐えたい川島、耐えたいペニャロサ、一気に来る、さあアッパーを見せましたかペニャロサ、さあ川島なんとか耐えられるか、さあ左が伸びてきた、さあ見ちゃわない方がいいですね、はい、スピードが落ちてきました。このピンチを乗り越えられるか、さあ川島、ね、はい、ペニャロサ狙ってますからね、強いパンチを一発狙ってます。さあ気をつけた方がいいですね、まもなく30秒このラウンドをなんとか乗り切りたい川島、大きな試練です、指名試合、ここを乗り切ることができるか、さあうまくかわしている感じ、さあ20秒です、なんとか乗り切りたい、連打をもらいました川島、15秒ですね、はい、右、ああ選手がもう少しね、はい、タイムです、レフェリーがタイムをかけましたが、これはどういうことでしょうか。グローブの、あ、グローブ、紐が、紐が戻ってました、はい、いやいや、はい、これは川島にとってはある程度ラッキーという、ラッキーですね、はい、はい、
ペニャロソのいい攻撃、川島はこの左でしょうかね、左をもらって、そうですね、はい、左も右もそうなんですけど、よくね、倒されないで持ちこたえたんですよね、危なかったですね、はい、足しているところはありましたが、はい、さあどのぐらい回復しているのか、耐えきれるのか、残すラウンドは2つです。セルジオさん、はい、ちょっと先ほどラウンドはヒヤリとしましたが、よく耐えましたね。そうですね、僕はね、こんなに打たれ強い顔してもって初めて見たんですね。もうあの辺り乗り越えたということは僕は大きいじゃないかなと思います。はい、大橋さん、はい、これはチャンピオン川島にとっての大きな試練と考えていいですかね。そうですね、川島はもう練習量豊富ですから、もう必ずここからまた戻りますからね、はい、持久力というのは、はい、さあ残すラウンドは11ラウンド12ラウンドうまく世界屈指のディフェンス力で逃れ切ることができるのか、それともまた新たに攻撃を仕掛けていくのか、川島宏。さあペニャロサも先ほど一気に行きたいところではありましたが、やはりペニャロサの方もこうかなりスタミナがなくなってきているかなというところは見られましたね、マスさんね。どうですか、まだですか。ちょっとですね、疑問に思うんですけども、ちょっとしたら自分がポイントをですね、取ってんじゃないかというおそらく錯覚を起こしていると思うんですよ、ペニャロサの方、余裕を持ったね、ボクシング、なるほど、ここまで攻めないそのボクシングですね、やってんで、うん、そういう風に考えているのかもしれませんが、放送席の採点、あくまでも放送席の採点ですが、お二人ともわずかに川島がリードというポイントではあります。ただしジャッジはどう判断しているか分かりません。ジャッジの3人がどう判断しているかは分かりません。ペニャロさん、あんまりこのラウンドを攻めてこないで、来ないですね、川島はちょっと助かってますね。そうですね、これはどうなんでしょうか、スタミナがなくなったのか、それとも先ほど沼さんが指摘されたようにこのポイントかなりリードしているので無理をしないというところなんでしょうか。うん、さあ川島も先ほどの第10ラウンドの終盤の足取りとは違う足取りです。さあまた左ストレートを持っていきました川島。第11ラウンド残り1分です。ほとんどペニャロサ手出しないですからね。あーっと引いたか、ちょっとガクッと腰を落とす感じになりました川島。これを狙ってましたね、左狙ってましたかね。さあ川島、さあまたこのラウンドも耐えるラウンドになるのか。11ラウンド残り40秒、いいです、ペニャロサ。まあ川島がね、はい、下がることが多くなってきたですね。そうですね、まあ、下がるとそのガードしっかりしてね、下がらないんですけど、はい、どうしてそのガードが下がるところ、ラフなパンチをですね、受けてますから、はい、でも今までの試合でこれほどパンチを、おっと川島右です、相手をのけ取らせました。さあ11ラウンド残り間もなく10秒、いいパンチを川島もらいましたが、なんとか耐えます。そして先ほどいいパンチを入れました、ロープを背にしながらパンチを放ちます。先ほどの11ラウンド、川島この左のストレートをもらってからちょっとまたまたピンチになったんですが、まあ、ペニャロサですけども、自分が甘いですね、はい、かなり助かってると思いますよ、はい、さあ WBC 世界ジュニアバンタム級タイトルマッチ、川島宏7度目の防衛戦、いよいよ最終ラウンドを迎えました。放送席の再戦でもかなり微妙になってきました。判定にもつれ込めばどうなるか分かりません。川島はこの回何としても取りたいですね、はい、10ラウンド11ラウンドと終盤ピンチを迎えてしまいました川島、しかしそれを耐え抜きました。7度目の防衛戦指名試合、トップコンテンダー1位のペニャロサが相手、史上最強の相手と言われました。このペニャロサを相手に川島かなり苦戦をしております。大熊さん、はい、このラウンド米倉会長はね、もう細かい指示は出しておりません、はい、お前がチャンピオンなんで打ち負けるなと言って送り出しました。なるほど、チャンピオンに与えられた試練、これを乗り越えることができるか。今日は出だしどうも川島らしくない動きでした。しかし中盤あたりからペースを握って、ただこの後またペニャロサが息を吹き返してきました。判定になれば難しい、あっと右です、ペニャロサ判定ということになりそうです。まあ
しょうね、川島も打ち抜かれたところはあると思いますけどね、はい、セルジオさんはここまでどうご覧になりますか、はい、どちらが有利というのは、まあ、僕はやっぱり最終ラウンドですからね、やっぱりチャンピオンというのは僕は倒されて初めてタイトルを奪われると思うんですね。なるほど、ただ単に川島がこのラウンドが最後までね、はい、はい、川島いい攻撃大丈夫と思います。はい、しかし藤原さん左です。さあ残りが1分20秒を切りました。どうも中盤川島耐えるという感じの展開に上がっておりますが、最終ラウンドはいい攻撃を見せています。7回目の防衛戦、大きな試練を与えられました川島、ここを乗り切ることができるか。残り1分を切りました。さあ飛び込むように右を持っていった藤原さん、しかし川島ボディです。手は出します。そして左ストレート、ちょっと力がありませんか川島。ベネロさんは右、そして右アッパー、かなり疲れてますね。はい、川島疲れてる感じですね。あと1分して、はい、1分してますからね、はい、もう40秒切りました。頑張ってもらいたいですね、はい、さあチャンピオンとしてのプライド、チャンピオンとしての自信、そういったものを大いに見せてほしい。最後のラウンド、ベネロさん右、そして右アッパー、さあそして左追っていく。さあ川島残り20秒、さあまたいいパンチをもらった。さあそしてボディです平野さん。さあ川島も手を出すが力が足りない。さあどうだ、耐えられるか耐えられるか。ここで試合終了のゴングが鳴りました。試合終了のゴング、試合は判定にもつれ込んでいます。が下ります。川島博士、7度目の防衛戦、非常に苦しい終盤でした。ジャッジはアメリカのカスマレック、メキシコのアヨン、アメリカのオルテガ、この3人が採点をしました。どういう判定が下るんでしょうか。チャレンジャーのペニャ、青コーナーペニャリさん、川島敗れました。 V7 ならず、最強のチャレンジャーペニャリさんの前に防衛を果たせませんでした。新チャンピオン、フィリピンのジェリー・ペニャロサ、世界初挑戦で強い強いチャンピオン川島を破りました。川島残念、これで日本人チャンピオンもいなくなってしまいました。沼さん、はい、非常に残念です。まあ、そうですね、後半ですね、打たれたのが響いたですね、これが大きな採点につながったと思います。手元に採点表が来たらご紹介をしたいと思いますが、大橋さん、はい、振り返って、6ラウンドに1回川島チャンス迎えましたよね、はい、あの時にもっとダメージを与えておけば、試合展開は変わったんじゃないですかね。セルジオさん、はい、僕は 1,2 ラウンドとやっぱり11、12ですか、はい、スタートと最後に、やっぱりペニャロサのパンチ力の差がね、ちょっと同じパンチが入ってもダメージがの差がちょっと判定に出たなという感じがしますね。第13代の WBC 世界ジュニアバンタム級チャンピオンになりましたジェリー・ペニャロサ。ペニャロサ本当に強かったですね。まあそうですよね、ただ爪はね、甘かったですけどね、ただやっぱりその川島下がったらですね、やはりその不利ですね、それがその後半にですか、ご覧に出ちゃったですね、この採点が。はい、ペニャロサとしては本当に待ちに待った世界戦、かなり自信があったんでしょうね、こう申し込んでいたかなり前から、でも川島採点すれば僕は川島が勝てると思いますね、今度は。さあ採点を聞きましょうか。オルテガ115対114、川島。さあ手元にジャッジペーパーが来ました、オルテガさんは115対114と1ポイント川島が取っております。そしてカツマレックさんは116対112とペニャロサ、そしてアヨンさんは115対114、わずか1ポイントですがペニャロサということで2対1スプリットデシジョンでした、まあ、本当に微妙な判定と、まあ、ね、やはり最終回が勝負のことでしたね。まあ、最終回ね、取らなきゃ、まあ、川島勝ってもね、おかしくなかったと思いますよね、まあ、先ほど大橋さんからもう1回やれば川島大丈夫ですよという話ですが、我々としてはまだまだ川島を見たいという感じがするんですが、もう一度この試合を見たいですね、はい、川島来月27歳になるということなんですが、まあ、今後に関しては本人決めると思いますが、ね、
まあ、2度目やるのは大橋さん大変だとは思いますがね、いろいろとね、でもまだまだ若いですからね、川島 の技術を持ってすれば全然まだ、いけますよ。はい、セルジオさん、はい、敗れはしましたが大健闘の川島に一言あれば。いやもう本当にあの倒れそうなところにね立ち直って最後までまだ勝てるじゃないかっていうこの根性ですね。本当に素晴らしい試合と同時に、なんか今日川島タイトル取られたけども、また次の試合が楽しみですね。はい、さて沼田さん、はい、まあ、川島は一度どん底を味わってから世界チャンピオンになりました。ありますよね。まあ、そうですよね、まあ、よくですね、6度防衛したですよね、まあ、本当に自分との、ね、戦いで勝ったからこそですね、まあ、これだけ防衛できたと思います。我々としては本当にもう一度川島の素晴らしい芸術的なボクシングを見たいような気がします。今日はゲストにはセルジオ越後さん、そして解説は沼田義明さん、大橋秀樹さんにお願いいたしました。どうもありがとうございました。